足立梨花、注目カラーの多幸感メイク挑戦ハッピーオーラ全開。タレントの足立梨花が21日発売の雑誌、ヴォーチェ2月号に登場。注目カラーで多幸感メイクに挑戦した。足立梨花、注目カラーの多幸感メイク挑戦。ドラマやバラエティ番組で活躍を見せる足立が、ヴォーチェのメイクページに初登場。はじめましてのスタッフが多い中、終始ニコニコと笑顔の足立のおかげで和やかな楽しい現場に。今回足立は、多幸感あふれるツヤプルリップメイクを、この春注目の赤、ピンク、ベージュの3色で挑戦した。テーマが、多幸感なので、幸せいっぱいの笑顔をください。とのお願いにもとびっきり素敵な笑顔で応えた足立。見ているだけで幸せになれる、ハッピーオーラあふれる姿を披露している。芦田愛菜、女性誌表紙に初登場。表紙を飾るのは、女性誌初表紙となる、芦田愛菜。この他紙面には、八木勇進、ファンタスティックス、白石清、田村保の、桜坂46、重岡大毅、ウエスト、田中圭らが登場。また美容系インフルエンサーの水越美里、カジエリ、アリちゃんが初集結し、2024年のメイクトレンドを予測する企画も掲載される。